ルイ・アダンは、フランスの作曲家、教育者、ピアニスト。バレエ音楽、ジゼルで有名な作曲家のアドルフ・アダンの父にあたる。アダンは、アルザスのミュッテル・ソルツに生まれた。1775年に、パリへと上京した、彼は、パリ音楽院のピアノ科教授を1797年から1842年の40年以上に、渡って勤め、文下からは、 多くの著名な学生が輩出した。有名となった彼の門弟には、ジョゼフ・ドーソアニュメユール、フリードリヒ・カルクブレンナー、フェルディナニ・ロールド、アンディル・モアンヌラがいる。アダンは、ビルト・オー・ゾ・ピアニストとして活躍するのみならず、多くのピアノ曲を作曲して、人気を博した。特に、フランス民謡の王様・ダ・ゴベールによる変奏曲などが知られた。また、彼は、 ピアノのための基礎的教本を2冊表している。1798年のミスド・ウプリンチペ・ゲネロル・ジュドイト・ポアール・フォルテ・ピアノと1802年のモットード・ヌーベル・ポアール・ピアノである。1804年に出版したモットード・でピアノ・ジュ・コンセルベトワは影響力のある著作となり、パリでのピアノ技巧の進歩に貢献した。アダンはパリに没した。ありがとうございます。